おはようございます。まだ朝早いです。5時10分ぐらいです。今日は5時半出勤、はい、神さん送ってきて、これから自分の会社行くところでございます。今日は投資といってね、午前版と午後版と両方やる仕事なんですよ。だからプライベートな時間は明るい時間がありません。まだ時間あるんで車止めて喋ってます。昨日GoPro をポチりまして、結局カメラ何がいいんだろうといろいろ考えてね、 ZV-1 ソニーのやつ比較して、まあ、GoPro でいいんじゃないのって。やっぱり画角が ZV-1 はそんな広くないようなんですよね。で、あれはどうなの、レンズ変えられるんでしょうかね、ちょっとわかんないけど、まずそこで出費になると大きいので、いや GoPro でいいんじゃないのということで、今6使っててね、これが中古で結構安く買ってたんですけれども、新品調べて Amazon で6万8000円ぐらいだったんですよ。あのセットがね、ジンバルじゃないや、グリップとか SD カードが2枚ん SD カードは1枚か、あと予備バッテリーとかついてね。でもそれポチってからいろいろ調べたら、GoPro 直販サイトがあるんですね。それで4万円そこそこであったんで、そっちにしようと思って Amazon はキャンセルしました。で、これからもうちょっと調べながら GoPro の新しいのポチろうかと思ってます。音がすごく改良されてていいみたいですよね。今の6だともう音こもっちゃっててちっちゃいしでね、音量を後から直したりとかね、そういうのがあるんですけど、こもったのっていうのはもう直せないと思うんですよ、私のレベルではね。そんなのもありますんで、9で GoPro Hero 9 ブラック、それを購入しようかなと思ってます。あとなんか水平維持とかね、手ブレ補正とかかなり充実してるようなんで、3世代前から一気に最新型の GoPro にしようと思ってます。そう、アタッチメントとかもいろいろついてたんですけれども、今のアタッチメントが使えるんでね、それも無駄かなと思って、この豪華なセットは諦めました。はい、ではそろそろ仕事行きたいと思います。今日は夜8時過ぎまでなんでね、それではまた行ってきます。休憩中です。前浜のニューデイズでコーヒー買ったらカップが紙製になってました。エコが進んだね。いいことだ、いいことだ。こんにちは。休憩時間に散歩してます。誰もいないからいいか。はい、マスク取りました。夕焼け、もう夕方4時半ですね。休憩時間が長いので外を散歩してます。今日仕事が長いからあんまり歩けないんで歩ってます。ノルマとして1日1万歩を目標にしてるんですが、今日はちょっと行かなそうかな。ノルマは今 PUBG モバイルとこの歩くのと、新しく Vlog ができたんでね、ノルマが1個増えちゃいました。ほら夕焼け綺麗。ということで会社の周り1周12、3分、だいたい1500歩ぐらい歩けるんでね、とりあえず1周してみようと思います。今日はあと帰りなんか喋るかな。とりあえずこんなとこです。ではまた。はい、こんばんは。無事に仕事終わりました。夜8時ちょっと過ぎです。これから家に帰ります。明日も早いんでね、さっさと寝ようかなと思うんだけど、明日アップ予定の分の動画ができてません。ちょっとやらなきゃいけないかなと思いますが、
なんとかサムネ残しぐらいまで行きたいなという感じでございます。明日はね、朝5時20分出勤、予備という仕事なんですよ。だからまあ朝点検とかはないんでね、点検1台2台もしかしたら人もやるかもしれませんが、遅刻とかあと欠勤とかがなければね、早く帰れます。まあ、遅刻は最後まで走るってことはないでしょうからね。欠勤が出ちゃうとね、その人のダイヤをやらなきゃなんないんで、遅くなってしまう恐れもありますが、まだそれにしてもそんなに遅くなることはないと思います。明日は何しようかな。今正直言って3日というか、こういうふうに録画してから3日後の夜に配信という形をね撮ってるんですけれども、それでも厳しくなってきてる感じかな。まだ容量が悪いんでしょうね。そのうち慣れてくればこなせるようになると思うんですが、ちょっと苦労してみたいと思います。はい、では安全運転で帰ります。ではまた明日。そうだ、今日帰ったらやること GoPro ポチります。